皆さんこんばんは。バウンスター&ブレードワーマンズ2やっていきたいと思います。さあ前回見ました？何前出せ137ってさ、もう 100% 超えてるんだけど、ワンパンされましたね。後ろからかな。まあとりあえずここはね、ちょっとリベンジしてみたいですね。5343っていう形で、15人まで人数ちゃんと減ってますんでね。まあ私の方も私自身が倒れてしまったせいでちょっと兵士を失ってしまったんですけれども、とりあえず一旦町行こうか。回復してリベンジしようか。まあ仮にルーターズもちょろっと、ルーターズも相手にしてね。あら、ルーターズだいぶあれだったね今。セントトゥループ。あ、一人負傷した。どうやら私は9パーじゃ戦闘に出れなかったみたいですね。お、ここら辺。弓。少数精鋭で戦っていかないとね。はい。よく戦ってくれた。キャラクターじゃない。1247か。リクルート。あ、リクルートじゃねえ。キャラバンで売却するでしょ。あ、キャラクターいるかな。いても、ちょっと一旦リベンジしたいから。リベンジをさせてください。そのために、Wait for。回復やっぱ遅くね？ねえ、結構時間かかるよね、これ見るとね、回復するまで。一旦離れよう。まあ、やられるとき一発でやられるんでしさ。行こうか。あれこれ敵の数減ってない？ 3、 あ、いねえじゃん。今チャンスじゃないこれ。え？敵が拠点離れたね。夜に戻ってくんのか？あ、そういうわけじゃなさそう。あ、ほら、回復してる。これさ、普通に行けんじゃない？あれ？え、何が起きた？え？ You are caught ふざけんなお前。一対一がなんだと。ふざけんじゃねえ、そんなことしねえわ。皆の者やってしまえ。赤目が。そんなことするわけねえだろ俺が。よし、ラグラフ経験値が入った。はいはい。16、お前考えてみなよお前。レベル7の人間と16でさ、2倍以上の相手にどう勝てってんだよね。まったく舐めたこと言ってくれたもんだぜ。さあ当然、あ、素晴らしいグローブが478ね。これ、あ、いいんですかいそんな。え、ってか少なくね。これしかないんだけど、ちょっとあれかね、ドンキーソードもあった方がいい。下からあれが98ってレンジかな。これレンジ56、ちょっとレンジの、こうするか、使い分けよう。なんか今言ってたけど何だったんだろう。待って、ショック量なくね。あれ、食料全然いいじゃん。金と。マジか。いや、ボルトじゃねえんだわ。
あれ、これ食料じゃねえの？これ。ゼロって書いてあるんだけど。ナンバーオブなんちゃら。何？どういうこと？ビールとかあるじゃんね。これ食料なんねえの？あれ？何のマークだろうね、あれね。なんだろう、これ。わかんない。なんかもらったの、今。どういうことだ？この人いたね。おいくらでしたっけ、あなた。まあ、気になる方はちょっとね、さっきは、ちょっと早めちゃいましたけど。あれ、これでも、話さなかったっけ？カンパニー、812入れて、入れちゃえ。ちょっと待って、何？お金ねえの？お金あるじゃんね。どういうこと？カンパニー。モアーカンパニー前、あー、なるほど。何、舞台の上限がいっぱいですってこと？舞台の上限いっぱいって言われてもさ。どうやってあげる？パーティー上限なんてどうやってあげるの？これでしょ？これどうやってあげてんの？モラル in your party。How to learn。モラルいっぱいゲットしないとダメってこと、これ。モラル入ってんのさ、1.0とかだよ。235。これが1回の戦闘で、食料30なってるじゃん。じゃあ、とりあえずもうしょうがないね。仲間入れらんないなら、とりあえずこの砂漠地帯行って、こういう感じで行こうかね、じゃあ。そうすると次目指すは、上行こうかな。もう一回見とこう。いくつ？ 235 ね。これが敵を倒すと上がってるかどうか。ルーターズ捕まんないね。さあ、適度に敵いませんかね。15のルーターズいるじゃない。いけ、追い詰めろ追い詰めろ。おお、追い詰めろ。よし、235が上がるかどうか、これで。結構弓部隊いますね、うちの部隊。で、すーげえ眩しい。逆光じゃないですか。はい、向こう行っといて。はい、移動しといて。突っ込んでもらうからね。ほい。ほい。突撃しろー。よーし。分散したな。分散しすぎだろ、お前ら。全然俺が戦う暇ねえじゃねえか。なんてこった。さあ、今なんか303とか出てるの、何だったんだ今の。はい、これで上がってる？リーダーシップ。上がってないわ。相方がわかんないね、これじゃね。パーティーモラルとは関係ないのか。インスパイア、You can feel individual with confidence and stir up なんちゃら in large group。 まあそうなんだけど、大きいグループ作るのに必要なんだけど、
ハウトゥーラン、学び方でしょ。ハイモラル、ハイモラル保てってこと、これリーダーシップってことはモラルガンガン上げないとダメってこと。フードバイタリティがプラスにってひどいね。ちょっと食料の種類いろいろ増やそうか。でね、あれもあったんですよ。その、まあコメントでもあったんですけど、キャプチャーツーテキスト。あれね、うまくね、起動しないんですよね。そう、調べてるんですけどね。あれだとね、この場でこう起動して、こうなんかこう選択すると、そこの部分が日本語化されるらしいんですよね。で、なんとなく機械翻訳でもね、雰囲気がわかれば、まああとはこっちの読み取り次第みたいなね。感じでいけるんですけど、ちょっとね、扱い方がわからないというね。まあ、パソコン得意じゃないですからね。ゲームするのは好きなんですけどね。アリーナも入れない。まあそんな感じでね、困ってるんですよ。ちょっとトレーダー、ちょっと待って、食料、あ、トレーダーじゃダメだ。え、これ何なのこれ。トレード、トレードなんちゃらって書いてあるね。これ待って、253で赤くなってるってことは、これ高く売れんじゃないのこれ。そういうことでしょう。これ29安いね。ここら辺は当たり前のように手に入るよと。そういうことだと見た。この277どう？誰か装備さ、強いんじゃない？ほら、装備しな。君たちが強くなってくれないと困っちゃうからさ。ああ、素晴らしい。いいね。もしかしてこのビールもさ、食料じゃない的な感じ？監査なんちゃら。トレーダールーモアーズ。貿易品ってこと？このフィッシュ。食料入ってない？これ。でも27って書いてあるってことはさ、数さ、これで27じゃない？これ食料だよね。入ってるよね。シルバーオイル。これなんかトレーダーのものだよね。運べばいいみたいな感じだね。これ高いね。ジュエリー。あ、どうだろう。交易した方がいい。キャンセルアットなんちゃらフォークワシリアっていうの？そこに行くと229で売れますよってことかな。これ高いね。普通に食料欲しいんだけど。ちょっとミート高えな。ビールは安いな。あれこれ安いね。これ安いじゃない。安い時に買い占めておかないとね。フードバイタリティプラス1なんだけど。全然だけど。これミート追加したら上がったわ。やべ、食料なくなっちゃう。あんなに買ったのに、バイタリティプラス2だって。今回肉腐んないのかね。下まで行ってる余裕ないから、とりあえずこっち行こうか。てか、渡れっかな、あそこ。ちょっと待て。ルーターズ、ちょうどいいとこにいた。餌となれ。我々のモラルを上げさせてもらう。アーチャー、フッチャー、アーチャー9。まあまあまあ、バランスは悪くないんじゃないですかねえ。おい。絶対戦ったらまずいよな。戦うべきじゃないんだって。だってこれでさ、難易度イージーよ。イージーでこれじゃさ、もうどうにもなんないよね。ああ、近づく前に結構やっちゃうね。全然当たってねえし、俺。ほら、もうほとんどさ、強くね？指部隊強くね？何もせずに終わって、しかも負傷もさせてくれるっていうさ、こんな素晴らしいことある？よし。いやー、レベルが違うわ、みんな。えげつないね。遠距離部隊強くね。
さあルーター6のルーターはいいや、追いつけないでしょ。あんまし海沿い走るね。何もいない。マイナス87。ちょっと待って、13のルーターはいける。13のルーターはいける。捕獲しろ。20になってもいいぞ。ああ、いけ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 。あ、追いつける追いつける。 5.1 スピードも上げたいね。さあ諦めな。もうこのぐらいの人数なら、はい、ここにいればいいから、なんとかしてくれる。あと近づく前に終わるよ多分。で私がちょっと前に出て、あれ歩兵の中にも持ってんのいるね。ちょっと待って、一発ぐらい当てさせて。経験値なんねえからさ。あれ当たんないね、下手くそ。あれ全然当たんないじゃん。ちょっと俺にも戦わせなさいよ。よし、おい、俺にも戦わせてくれ。うら、あっぶね。うら、よし、よしよしよし、ちょっと頑張った。275。あれ、なんかさ、倒すたびにさ金入るようになったような気がするんだけど、さっきまでこんなことなかった気がするんだけど、これにしようかな。これガンガン金増えてくね。どんな設定になった？これなんだろうね。これ馬のマークがあるって言ったらさ、なんか意味あるんじゃないのここ。まあクエストはちょっとね受けれないよね。なんか意味あんのかなこれ。バイプロダクト。めっちゃ高え。ただスピード66だったよ。ここら辺買うとさ。あれでもさ、これ赤くなってるけど、これ何、俺買えないってことこれ。ウェイト515。入んねえってことか。え、ここら辺売ればさ。てかお金持ってる。あ、持ってんね。あ、ミート打ちった。はいはいはい、こんな感じでさ、ここさ馬買えないの。ライディング60って書いてない？ライディング10、ヒットポイント下がるけどスピード54に上がるね。ちょっと馬さん変えよう。馬これ売る？当たり前の手にあるからね。これちょっと減らしとこうか。チーズ、バター、上がったね。上がるわ、やっぱ重要だな食料。よし、スピード上がったかなこれで。お馬さん屋さんだねこれね、見るとね。いいお馬さんを売ってるのかもしれない。そうするとあのなんか変な農場みたいになってたところ、あれだね、食料か、売ってるのかもしれない。さあこのまま行こう。ちょっと待って、目の前にルーターいるじゃねえか。ちょっと待ちなよ。16でもいいから。いやー、はいはいはい、捕まえて。おー、逃げ場ねえから諦めな。いい、 4.9 一生追いつけねえ。どうして、どうしてだ。ちょっと待って、なにこっちの方がスピード出るとか、そんなこと、そんな落ちある。一緒だ、一緒だよね。ちょっと待って、一緒だ。君が悪くなかったよ。やっぱデザートホース。ん？ちょっともう一回。あれ、こっちの方がスピードあんだけど、なんで？
なんでだ。わかんねえ。なんでかわかんないけど、とりあえず。あれ、スピード下がったな。ちょっと待って。俺、失敗した？馬。断りな。ああ、もうジョインもできねえし。あれ？あれ、俺、デザートホースミスった？スピード、このスピードじゃないのか。どっか別の、別のやつか。どうしようもなんないね。ちょっと防具か。ワイン。あ、ワインもこれ買うと士気上がるんじゃない？あ、士気上がった。オイルはトレーダーでしょ？これなんだこれ。これ安く買えんじゃん。あ、下で4、なんちゃらで30とか28で買えるとかなんかなってんね。トレーダーか。これに行くか。ハードウッド。あ、違う。これ違うじゃん。ただの素材か。サナラで61で売れる。ソルトもウールもここら辺違うね。これはオリバー。これは何？あ、重いって。あれ、全然じゃん。あら、買いすぎたな。はい。全然さ、モラル上げんのめっちゃきついんだけど。こっち行けるかな。全然これ舞台増えなくない？モラル稼ぐのも大変だしさ。あれ、今ほら68に下がったわ。食料なくなったから。このお家は何もなさそうだね。ちょっとやっぱいろいろと戦っていかないとあれだね。とりあえずやらしてほしいんだけど。アリーナ、ここもトレーダーも何もないからね。こっから探していく？貿易品っていうか、重さ。重さも重すぎてね、ダメなんだよね。どっかに敵の隅がなかったっけ？この辺。行ったことないのか。じゃあ、せっかくだし左側の方行ってみる？ここ。なんかさ、燃えてね。気のせいか、あれ。さあ、ただ歩き回ってるだけじゃしょうがねえよ。モラル上げなきゃいけないんだから。ここら辺は何もできないね、多分ね。焼け落ちちゃってるだけでしょ。あ、なんたら、バイプロダクト。フォースなんちゃら岩。サプライ。これ何？供給？違う。戦いたいわけじゃないんだから。何もできるわけじゃないんだ。食料奪うとかか。何もないね。あ、ちゃんとお供の方がいらっしゃる。あ、こういう町に入るときの格好と、あれ、分かれたんだ。なんかいる？いや、トレーダーとかこれ全部さ、できちゃうんだよね。できちゃうならいらねえか。全部この画面でできちゃうわけだからね。これなんだこれ。ほら、またなんかこれ特産品あるんじゃない？特産品がありそうだけど。3.5 捕まえられんじゃん。いや、そんなことなかった。捕まんねえわ。こっちのルーターにしよう。
スピード若干落ちるからね。 3.7 4.9 4.9 追いつけねえわ。ただいずれ端っこ追い詰めれば追い詰めれば追い詰めれば追い詰めるほど、よし14素晴らしい。もうこいつらと戦うレベルじゃないのかもしれない。私たちはよし裏いる？あれいなくねえか。あいるね。いた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 。ほいもう基本戦術よ。敵がわざわざ近づいてくんだからさ。隙をつけ。後ろからしか私は攻撃できない。うい、やべえな。誰だ頭投げたの。1.1 のモラル。マジで全然上がんないじゃんね。あ、すげえ19もいるじゃん。これそろそろ捕虜があれになっちゃうね。大変だ、捕虜売りに行かなきゃ。モラルの位置がめちゃめちゃ大変。重量もそんな持てないしね。すぐ下がっちゃうよ。そしてアリーナやってない。トレード、めっちゃ強くなるまで時間かかんじゃん。いろんな種類のお酒か。3万とかやばいでしょ。弓の質もあるよねこれ。ダメージ4追加で与えるってことね。フランシスカ、やべえな投げ斧。ちょっとバター高いけど、バター買って、ワインも買いたしといて、ミートはまだあるね。いろんな種類買った方がいいでしょう。ビールもある。チーズないんじゃない ?67。これはブロッコリーみたいな。ブロッコリーは貿易品か。全然食料さ、こんなのしかないけど。しょうがないね。で、リクルートもできないでしょ？てか、ここら辺の人たちなんで雇えねえんだろう。レベル11。You don't have a high enough relation to なんちゃら this troop. You have zero. なんか、やっぱない、なんかないみたいね。あ、てか、部隊自体は大きくできんのかな？今49って書いてあったね。そんだけ雇えんのかな。あ、プリズナーいるじゃん。そうそうそう。そうよ。これ95にしかなんねえわ。よし。お金を貯めつつ、次上行こう。まあ、まずはいろんな街を見てね、敵の特徴をつかんでいきましょう。あ、今のマークなんか滞在してたってことか。あれなんだろうね、これ。これ何？あれ。ああ、ヤギさんとかなんかいるね。ここ絶対食料関係あると思うんだよね。そういうことでしょ、これ。そういうわけじゃないわ。お邪魔しました。そういうことじゃないね。今回なんかクエスト受けたり的なものはないのかな？パッと見。アリーナ。あ、トーナメント。これがないと俺始まんないからさ。ヘルメットか。最初の相手は？
1対1か。よし、いっか。うーわ、馬か。さーて、狙いをつけて。ひとつき！マジ言ってんの、お前。聞いてねえじゃん、お前。あべ、前出ちゃった。まずい。あれ？向きが反対じゃねえか。やばい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 。うら、危ねえな。なんとか勝った。スキッパーランド、スキッパーランド、スキッパーランド。一番下の絶対強えじゃん。見てよ、何がピープル、フォーレストピープルって。何俺持ってんの、なんか変な鎌見てるんだけど。うらうら、動きめっちゃ速くね、お前。危ねえ、危ねえ。よし、あ、2対2だ。2対2ですね。行くぞ。どうだ敵は。あ、痛い。よし、あら、ちょっとずつなんか力つけてきた。あ、先ほどの味方との最後の戦いだ。行くぜ。お前やりか。うら、見て。うーわ、やられたわ。すぐなんでここで負けっかな。全然おいつになっても勝てないじゃん。経験値入ってる？さっきの武器意外と使いやすかったけどね。次こっち行こう。なんだろうね、もっと強くなる方法あんのかな。こういうやつら、いや、下手に全滅したくねえしけど、もうリスクを取っていくしかないよね。森族はいける12ぐらい。場所が開けてるところの方がいいんだよね。ん？なんか始まり方おかしくね？え？どういうこと？始まり方がおかしいけど、いる？あ、始まってる。どっかにいるっぽい。え、どこにいんの？ヒュン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 言ってるけどさ、場所わかんなくね？いたわ。いて、いって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 、13くらった。突撃。よし。あ、いって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 。普通に食らってる。ほら、よし、いけ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 。こいつら全然前に出てこねえわ。さあ行くぞ。結構やられてない？あ、行って。ほら、やらせるか。よし、いや、森人厄介。やつら弓ばっか構えるじゃん。あ、一人やられた。あ、モラルの上がり方も違うね。いや、経験値の入り方やっぱ違うね。これはプラス 2W ってなんだろうね。
倒れてんだけど、2人はランクアップできますよ的な、そういう感じかな。今負傷してるだけですみたいな。これはロングボウ、ロングボウスピード85、ダメージ50、アーチェリー88。これの方が強くねえか。こうじゃない？ねえ、弓はこれ一緒でしょ。27。いや、これダメージ1のいいの持ってんじゃない。キャパシティが多いって。キャパシティ多いって何が重い？ウェイトとして重いのなんだ？ 0.2 とかよ、これ。食料かやっぱ重いの。食料のウェイト重すぎね。どうなってんだ、これ。こっち減らして。こうしよう。半端なく重いね。全然持てないんだよね。そして部隊が少しずつ減っていく。増やすべきかな。でも増やしすぎるとこいつら枯れなくなるんだよね。追いつけなくなるから難しいよね。よいしょ、アタックするぞ。もう一旦全員突撃にするか。アタックするぞー。さあ行け。さあ、普通に突撃すると勝てないのかな。はい、外した。うーわ、全部俺かお前。なんてやつらだお前。危ねったら死ね。よし、やばいやばいやばい、味方がやられる。やめろやめろ。よし、あいってあいって、あっぶね。あ、ちなみにこれは、ああいいですね。一人負傷した。いや無理にでもね、でもやっていかないといけないね。ちょっと重いって。やっぱね、食料が重いんだわ。必要最小限の食料でやっていくしかないね、これ。装備品そんな重くないからね。もうアリーナ行ってる余裕ないよね。で、トレードで。そう、ここら辺は軽いからいいんだけどさ。やべ、チーズ散った。あべ、チーズ散った。20人に対して37って十分なんじゃないの？ただ25日持つんだもん。フードバイタリティ、むしろ食料の種類を増やして、ちょっとずつみんな少なめに持ってた方がいいんじゃねえかな。ということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。森の人たちのここの特徴はやっぱ弓だね。みんな遠距離から弓撃ってくるわ。こっちから近づかないといけないんで、ちょっと正直相性悪いね。まあ一応ユニークキャラ3人が馬部隊なんで、かく乱はできるかと思うんですけど、ちょっとね、できれば敵が近づいてくれて、こっちが弓で迎え撃つ敵の方がやりやすいですね。まあそうは言ってもね、まあまずはいろいろぐるーっと街をね、回ってどうなのかっていう。で、そしてキャラクターレベル、棒はまあ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 、ちょっとずつ上がっていくけど、リーダーシップ全然上がんないね。これハイモラル保つのがさ、すごい大変なんだけど。イベントで 6.87 上がってんでしょ？パーソナル。まあ人としての魅力的な、そういうこと？全然これの経験値上がんないね。フードバイタリティでプラス6してるけどさ、どうやって保たいんだろうな。これは経験値入ってないよね。レベル全然上がんないんだよね。
こんなもんなの？他の人がどんな感じで上がってんのかわかんないですけどね。まあリスク下手に取りに行こうとするとね、全滅するんでね。この20も増やすべきかどうかわかんないよね。スピード落ちるとさ、敵捕まえらんないんだよね。逆に人の数増やして、あの敵の住処だけ落としていく？ってやるよりもね、やっぱね、やっぱ主人公自身が、こいつ自身がレベル上がって強くなってくれないと、ちょっときついんじゃないかな。まあタクティクスは非常に上げやすいね。ただこいつ自身が戦闘に出て戦うってなるとまだまだなんだよね。まあ最初に弓撃っちゃうからなんだけど、でもこれ絶対城攻めで必要になってくるからね。だからなんとも言えない。近づくまでは弓で戦って、近づいてきたら剣で戦うのありなんだけど、まあ何しろ機動力が他の兵士と違うんだよね。やっぱちょっと遅いね。鎧着込んでるせいかわかんないけど、まあここら辺をどうしていくかちょっとわかんないんですけど、まあとりあえずしばらくはこれでぐるっとね、街をまずは回ってみたいなと思います。そっから隠れ家見つけたら積極的に叩いていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。